では今日もポケットモンスターレッツゴーピカチュウ実況プレイやっていきましょう。今日はな、前回全然話が進まんかったから、今日はできれば竹市ぐらいまで行きたいところ。あ、これなんか教えてくれるやつでしょ、多分。たまになんかこういうとこアイテムもらえたりするからな。なんかアイテムくれませんか、お姉さん。お姉さんじゃねえ、お嬢ちゃん。話しかけづらさが半端じゃねえ。これはお姉さんですね。なるほど、これで勉強できるわけですね。もう初代の氷は最強だったからな。はい、こう戦いが終わっても凍ってます ポケモンがかわいそう やけど体力が減って攻撃力が下がってしまいます。戦い終わってもやけどは残ります。またやけど直して治ります。これはポケモンがかわいそうじゃないんだな。毒、眠り、はい、麻痺、素早さも下がってしまいます。はい はい、とても勉強になりましたね。勉強になったな。ピカチュウ、これピカチュウは連れ歩きっていうか、大体肩に乗っかってくるのがね。これはこれで可愛いからいいけど、あれこっちだっけ、四天王行くところ。あ、こっちっぽいな、ね、ここなんかありそうじゃない。絶対なんかあるだろう。これ居合切りのやつじゃん。なんか落ちてるやつよ。あ、出たなんかここら辺にあった記憶があったんですよね。こっち行くと昔はライバルと戦えたんだけどな。今はあるんですかね。途中でも戦えた記憶があったんだけど。あ、お、ニドラン、メスはこれ進化したり宿食いになりますからな。捕獲以外ありえない。あ、エクセレント、何がどういう基準なのか分かんないけど、真ん中当たったらエクセレントなんだろうな。よーし、ニドクイーン、ニドクイーンじゃねえ、ニドリー、ニドラン、メスゲット、ボーナス倍率。はい、ポケモンどんどん強くなっていくじゃん。これ竹下が余裕で倒せんだろうな。やべえ、今回寄り道せずに行くみたいなことを言った気がするけど、早速寄り道してる。お、ニドラン、オスもいるじゃん。鬼スズメはね、まあ、ポケモンは初見は大体ゲットしていこう。一匹ゲットしたポケモンはいらんけど。はい、おい、外した。はい、これ一回いちいち構えるボタンを先にやるのがめんどくせえな。ナイス、これダメかもしれませんね。お、よーし、ドラオスゲット。オスとメス両方はいらんな。まあ役割論理的にはあのメスの方が強いけど、旅パ的にはニドキングの方が強いんじゃねえか。だからこいつは預けますかね。あー、でも鬼スズメは別にいらんからな。とりあえず捕獲だけしてこいつはボックスに預けよう。あれ、これ適当にボール投げてるけどさ、あの円が小さい時に投げとかいいとかあった気がしないでもないな。まあいいや、とりあえず鬼スズメを捕獲しての。しかしこれただポケモン捕獲するだけの実況になってしまいそうな感じがしますね。まあでもピカチュウ、レッツゴーピカチュウもレッツゴーイーブイもまあ皆さん普通に買ってるだろうし、まあ、あんまその攻略要素的な意味では見てないだろうから、まあ、この実況はあののんびり攻略していく実況動画なので、あまりなんだろう超効率的クリアとかは求めないでください。ただのんびりとねこのゲームを楽しむという動画ですね。じゃあさすがにもう上の方行くかな。謎の草いるじゃん、まあいつはいいか、ほっとくかこれマジで動かしづれえスティックが。あれ、常盤の森この上か。ポップはもういらん。なんだか消えそうだ。じゃあ切ってくれよ。なんか変な聞いたことない音がしたったぞ。なんだ、お、キャタピーじゃん。僕バタフリーは結構好きなポケモンですからね。こいつはパーティーに出て、最初からさ
モンスターボールを大量に持ってるの結構すごいな。あ、待って、当たんねえ、カタピーに。嘘、待って、全然当たんねえんだけど。あ、当たった、グレート。はい、やった、ケタピーを捕まえた。はい、これポケモン入れ替えに行きてえな。入れ替えに行きたいけど戻るのもめんどくさいですね。キャタピーは育成したいしな。これこの場所で交換できるんですかね、もしかして。なんかありそう、ゆとり世代だ、ゆとり世代な感じだし。なんかボール、あ、ほら、やっぱある、ポケモンボックスってのがある。だって Y ボタンがどれかわかんねえんだけど。だって Y ボタンってどれ。なんか振ったら Y とか聞いた気がする。あ、やっぱそうだ、多分そう。で、ニドラン、メスを手持ちから外して、でキャタピーを入れる。はい、ああ、これわざわざボックスに行かなくていいの、楽っちゃ楽だな。これでいいかな。はい、 Y は振る、もう理解しましたね。こっちだ、時はの森なんだろうな。威力が上がって強いのよ。へえ、知らなかった。話しかけらんね。やべ、今回もグダグダやってるうちにもう6分ぐらい経ってる。なんか入ってそう、入ってなかった。めちゃめちゃ薄暗そうなとこですね。できれば敵は全員倒していきてえな。対戦よろしくお願いします。敵は極力倒していく方向でいきましょう。そのうちカットとかするかもしれないけど、まあしばらくはカットなしで対戦よろしくお願いします。さすがにこれ全部やってたらな、めちゃめちゃグダグダしそうだから、トレーナー戦はそのうちカットとかしだすかもしれませんね。まあ、さっきも言ったように今回は別にカットしないけど、次回ぐらいから。ほら、クラッとけ、一撃で倒してほしいな、キャタピーぐらいは。よっわ、はいはい、タイヤリ。しかし虫捕り少年、このキャタピーできたこの森の結構危険な気がするけど、でもなんかプライドがあるんでしょうね。タイヤリ、キャタピーなんかじゃダメかよく分かってんじゃん。でもこれさ、モンスターボール奪ってるの結構ひどくない？だってこいつは多分ポケモンゲットしにここ来てんでしょ。なんか入っちゃった。なんだ、誰だ、キャタピーか。キャタピーは持ってるか、いいや。はい。こいつもバトルできるんじゃないか。すぐなくなっちゃった。かわいそうに、いっぱい奪われたんだな、いろんなトレーナーに。これにもいたよね、トレーナー。お、これは JK ですね。JK がいる。あの、子供に不思議なんて出るんですか？出るわけなくね。対戦よろしくお願いします。出たら僕が欲しいんだけど。ミニスカートのミク。でもミニスカートってことミニじゃないですね。あれ、ニドランメスってさ、で、毒タンだよね。確か、電気技は効いた気がする。進化すると電気技効かなくなるけど。今は効くはず。まあまあのダメージ。失格。対戦ピカチュウしかしてないな。まあでもしばらくピカチュウで無双しよう。まあ、このゲームはレッツゴーピカチュウですからね。はい、タイヤリ。ひたすらピカチュウが敵を殺していくゲームになってますね。はい、キャタピー早く進化させてえな。はい、なんだ、お得な掲示板、ジョイコンを振れば相棒ポケモンと遊べる。はあ、なんかあそこにも触れないだけど、こっちもなんかありそう。いや、これ時矢の森の構造って昔と一緒なんですかね。太陽炉、さっき一人トレーナー逃がしちゃったな。まあいいや、そのうち殺しに行こうよ。レベル上げまくって倒しに行くで。おさむよろしく。
やべえ、進化系じゃんこいつ、どうしよう、勝てる気がしねえ。はい、電気ショック。ただすでに虚無を感じてきたな。ただピカチュウが電気ショックを、おっと硬くなる。それはね、 B が上がりますが D は上がらないんですよね。やべえ、ちゃんと公式を言っとこう。特殊、あ、間違えて尻尾振ろうしちゃった。これラメップじゃないから間違えただけです。なんだ今の動き。相手の上げた B を尻尾振り下げていくっていうコンボプレイですね。で電気ショック、はい、コントローラーの操作に慣れないとな。まずそういえば今年なんかスマブラも出るんですよね。たくさんゲームが出る年でいいな、まあ、ゲームは毎年出てるけど、僕がやれるゲームがたくさん出る年でありがたい話ですね。スマブラもやりてえな。ただ僕スマブラめちゃめちゃ下手くそなんですよね。スマブラでもピカチュウ使いなんだけど、僕は今ここにビートルがいたらこいつは捕まえとこう。はい、タイヨロ、ここだ、あれここだ、来た、エクセレント、これは捕まえましたね。イエーイ。でビードルを捕獲しての、これはエクセレントとか、あと経験値ボーナスがある的なあれっぽいですね。さっきから前回ぐらいからそんな感じで出てたけど、表示がやったぜ、ビードルゲットだぜ。まあ、ポケモン図鑑もできるだけ埋めていきましょう。だから進化したら基本パーティーから除いて別なポケモンを育てるみたいな感じでやっていこう。下もなんかあるのか、なさそうですね。あとはこの JK を粉砕して、これよっぽど近づかないと反応しないのかな。投げるコツ知りたい。でも結構うまいですかね、ボンボ投げるの。よろしくお願いします、忍ぶ。なんか古臭いな。いやいや、こういうこと言うと怒られるな。ポッポカモじゃん、行くぜグラチェ、殺せ電気ショック。しかしこのピカチュウ、タケシ何も通る技がねえな。HP 倍減るの早っ。はい、電光石火覚えた。これタケシ大丈夫か、ピカチュウ何を言ったか覚えるって聞いたんだけど、いつ覚えるんですかね。わかんねえ、いつ覚えるのかわからん。レベル技なのかな、そもそも波乗りって。あれ波乗りじゃなくてなんかスペシャル技的な感じなんでしたっけ、わかんねえ。あ、なんか当たっちゃった、誰だ、小さい、え、そんなのあんの、え、捕まえとこう、小さい、なんかレアっぽいですね。はい、もう投げるのも難しいな。あれ小さいからか、これなんか木の実を投げるとなんとかって書いてありましたね。使ってみるか、ズリの実持つ。はい、あ、これはこういう風に、こんなことあるの、小さいからかな。今のズリの実はどこ行ったんだろう。まあビードルだからどうでも、あ、コクーンがいいんじゃん、これ捕まえれば別にビードルがどうとかないな。あとなんか小さいポケモンとかはオーラみたいでまとってるっぽいですね。さっきなんか青いオーラあったし、なんかそういうオーラをまとっている説がある。え、なんで、もうこの辺がレベルが高いからなのかな。グレートじゃダメってことか。でもグレートよりレベルになるのはなかなか難しいですからね。捕まえられ、よーし、でコクーン捕獲しての、謎の草がまあまあ上がってるから、謎の草でなんとかなるか、たけしは。お、これは忘れさせる、なんでもいいな、こんな鳴き声にしとくか、攻撃を下げる、まあ、これでいいや。え、待って、はい、ギトギリがあればいけそうじゃない、たけしは。電気玉欲しいけど、はい。でもたけしってだからずっと言ってるけど、ジムリーダーも変わってるかもしれないからな。なんかたけしとかすみの画像は見たけど、それ以外はなんか変わってるかもしれないから何とも言えんな。
ほら、あのケタピもなんかオーラまとってるじゃん。あの赤いやつで、なんかああいう感じで、レアポケモンみたいなのがいるんだろうな、きっと。謎の草は持ってるから、今のは操作ミス。なんかわざと当たりに行ったみたいなモーションだったけど、操作ミスです。はい、さよなら。お、もう時はの森も終わりか。タイヨロ、ちょっと待った、そんなに急いでどこに行く。ニビシティですね。対戦よろしく。まあ今日はこの時はの森を抜けたら終わりにしますかね。グラッチューしか対戦してないな。絵面的に微妙かもしれん。電気ショック、またちょっとピカチュウを育てないと、やっぱタケシではこれだけできなそうなんで、まあ、ピカチュウで勝てるかといったら怪しいけど、ピカチュウの二度蹴りにかかってるからな。はい、まあ次の回ぐらいから別なポケモンも使うようにしますかね。それかなんか、あの対戦相手が2匹ぐらい持ってたらポケモン入れ替えますかって出た気がするから、あれで入れ替えよう。めっちゃレベル上がるじゃん。タイヤリ、またモンスターボールをカツアゲしてしまった。じゃあ今日はここを抜けて終わりにしますかね。はい、ということでお疲れ様でした。